窓に映ったもの。俺が小学校5年生くらいの頃のマジでビビった体験なんだけど、文にするとあまり怖くないけど本当に辛い。当時俺は安アパートに家族5人で暮らしてた。まあ今思い返せば結構貧しい生活だったと思う。6畳ほどの寝室で雑魚寝する日常で、寝る時も姉と弟と布団の中でモグラの真似とか言いながらじゃれ合って遊んだりしてたんだよ。当時寝室には紐を引くタイプの丸い蛍光灯がついてて、俺たち兄弟が引く引くって言うから、親は紐にビニール紐をつなげて子供でも引ける長さに調節してくれてた。寝る前に電気を消す時の紐を引くのは争奪戦だったし、取り合って焦って引くもんだから、もうガチャガチャガチャって引きまくって親父に叱られた記憶がある。一日の締めって感じがして、自分が引けた日は優越感に浸りながら眠れたもんだった。である日、姉が修学旅行で日光へ旅立った。その日親たちは、親父の弟が遊びに来てて隣のリビングで麻雀をしてたと思う。散々遊んでもらって20時半くらいにはうとうとしてきちゃって、弟と寝ることになった。親父の弟さんと離れるのが寂しかったけど、眠気には勝てずに布団敷いて明日の教材をランドセルに詰めてた。弟が、兄ちゃん紐引きたいって言ってきて、こんないい日の締めは俺だって引きたくて、案の定取り合いになった。俺が紐を奪い取って、ガチャガチャガチャって乱暴に引きまくった。あのタイプの蛍光灯って、明、暖、暗みたいな感じで3段階くらいに色変わるじゃん。で、俺は引きすぎて、明、暖、暗、明って感じで一周しちゃったんだよね。したら、窓際の方に、パンパンに膨らんだでかい男が首つってプラプラしてたんだよ。勢い止めれなくてまた暗くなったんだけど、視界には確かに首つったでかい男がいたんだよ。弟は見てなかったっぽい。兄ちゃんずるいよ、なんてうなだれてた様子だったから、俺は足元の力が抜けて胃が気持ち悪くなった。だってありえないでしょ。俺は霊感とか全くなかったし、幽霊っていうものの存在なんて生活してて意識したことなかった。呼吸しにくくて本当に動けないのよ。明かりつけて確認する勇気もないし、動いてあいつが移動してて触れたりしたらどうしようとか頭ぐるぐる回ってた。とりあえずマジで心の底から大声出した。あーとかそういうレベルじゃなくて、本当に恐怖に支配された時って意味わかんないくらいの奇声出せるんだね。あいつ見た瞬間から喉もカラカラになってて、声とか出しにくかったの覚えてるし、親父たちにもしかしたら聞こえてないんじゃないかって怖くなった。弟もびっくりして奇怪な顔で俺のこと見てたと思う。暗くてわかんなかったけど、後ろから襖がザッと開いて、酔っ払い顔の親父たちが顔を出しに来た。俺は思わず飛びついて泣きじゃくったよ。ケラケラ笑ってる親父と、後ろでトントン包丁叩いてる母ちゃん。ほっと安心して、眠すぎて起きながら夢を見たのか、と思ったら、玄関のとこにいるんだよ、そいつ。首からロープ下げて一時停止、再生、みたいな感じで、
ガクガクしながら、すごいゆっくり、大股で歩いてくんの。首吊った人間の独特の顔あるだろ。めちゃくちゃやばいんだよ。俺は超パニックになって、親父突き飛ばして布団に潜り込んで、神様に謝りまくった。なんでみんなには見えてないのか、俺が悪いことしたのか、真面目になります、弟にも優しくしますって、めちゃくちゃ祈った。その夜、いつの間にか寝てたみたいなんだが、夢を見たんだよ。今でも鮮明に覚えてる。自分の上にあのでかい男が死んでて、どんどん腐敗してくんだよ。体液が体に染み込んできて、ガスかなんかわからないけど、どんどんパンパンに膨らんでく。死ぬほど重くて身動き取れないんだよ。しかも、あいつの中でうごめくウジ虫がもごもご動くの。気がついたら朝だったみたいで、くるまった布団の中で目覚めて、昨晩のことを思い出して、心臓バクバクだった。布団剥いだら何もいなくて、めちゃくちゃほっとした。もう泣きながら台所の母ちゃんに抱きついた。母ちゃんが焼いてるウインナーの匂いになんだか心底安心したよ。今俺は23歳なんだけど、あの日から、ほぼ毎晩、同じような夢見てるんだよね。目の前には現れないけど、本当に辛い。所詮夢だし、変な奴って思われたくなくて、誰にも言えないでいる。もう慣れてきてる自分が怖い。いつまであいつと一緒なんだろう。バグ。小学1年生の時、親に初めてゲーム機を買ってもらった。そのゲーム機というのがスーファミだったんだけど、要は1997年、プレステやセガサターンが大流行してた年で、貧乏なうちの家系では一世代前のこれが精一杯なのかって子供ながらに寂しく思ったのを覚えている。その時に合わせて買ってもらったゲームソフトがドンキーコング3だった。ロックマン X やバイオがやりたかった俺としては子供じみたゲームだって、ここでも親のチョイスに不満を持ったが、いざゲームを始めてみると、さすが任天堂の傑作ゲー。俺ら兄弟はすぐに画面を縦横無尽に駆け回る猿の姉妹の虜になった。俺には一つ上の兄がいて、ゲームは俺と兄の共有物だった。うちはテレビが一台しかなく、ゲームは一日30分と決められ、母親はパートに行く際、コントローラーを持って行ってた。それくらい環境が厳しかったので、ゲームをできる時間帯は母が帰ってきた17時から、父が帰ってきてテレビを乱す19時までの2時間しかなかった。そのため、一方がゲームをしているときは、もう一方がその終わりを待って、隣でじーっと待機することになる。一方のゲーム時間が30分をオーバーしたり、一方がゲームを始める時間に、ちょうど好きなアニメの放送時間に被ってしまうことも多々あり、俺ら兄弟は、ゲーム関係の争いが絶えなかった。ある日、どういう理由でだかは忘れたけど、きっとそんな感じの理由でゲーム中の兄と大喧嘩したことがあった。その喧嘩もいつも通り俺の負け。7つの俺にとって8つの兄はめちゃくちゃでかく見えたし、知らないプロレス技なんかいっぱい持ってて、どうあがいても勝てなかった。しかしその日は弟を締め上げた後、悠々自適にゲームを再開する兄の姿に抑えきれない怒りを覚えた。うずくまりながらタイミングを伺い立ち上がると、稼働中のスーパーファミコンを蹴飛ばし、ドンキーコング3のソフト箱と説明書をズタズタに引きちぎってやった。
ゲームは兄との共有物だったので、結果的に自分のものを毀損することになったけど、兄を困らせてやりたい一心で、そんなことに考えも回らなかった。その後、兄に散々締められた挙句、親にもこっぴどく叱られ、しばらくの間ゲーム禁止が言い渡された。自分で言うのもなんだけど、子供なんてほんと単純で、その後ご飯を食べ、お風呂から上がった頃には先ほどの怒りは跡形もなく、あるのは後悔ばかり。ゲームができない時間はゲームの説明書を読んで過ごしてた俺にとって、説明書はとても大切なものだったし、何より蹴飛ばして動きを止めてしまったスーパーファミコンが壊れていないかどうか心配だった。ゲーム禁止されたので、動作確認すら2週間も待たなければならなかった。そんな後悔ばかりして寝て、次の日を迎えたんだけど、そこからがおかしかった。翌日の17時、お母さんがいつものようにパートから帰ってくると、ゲーム禁止期間にもかかわらず、俺たちにいつものようにコントローラーを渡してきた。なんで?と思ったけど、突っ込んだらゲームができないと思ったので、そのままいつも通りゲームをしようと、スーファミを閉まっている棚を開けると、中にいつも通り、ドンキーコング3のソフト箱が置いてあった。中身には、説明書も破れていない、綺麗な形で。これには俺たち兄弟も混乱したが、とりあえずゲームした。心配だったスーファミの動作も無事で問題なかった。ゲームが終わった後、俺ら兄弟は、なんで?なんで?と、お互いに確認し合った。兄もそう言うんだから、昨夜のことは夢ではないらしい。食事の時間、恐る恐る親にその話を聞いてみても、昨日そんなことなんかなかったよ、と言われ、取り合ってもらえなかった。貧乏だったし、クリスマスすらしなかったうちの親が、俺らを驚かせるため、秘密でドンキーコングのソフト箱と説明書を揃えた、とも思えない。そんなことしても何の意味があるわけではないし。兄とはこの不思議な感じを共有し、世界がバグったんだろう、と当時の俺らは結論付けた。前日のあの状態がセーブされてなかったんだ、と。今でもたまに兄とこの話をするけど、当時出した結論以上の答えを25、6になった俺らは、未だ出せないでいる。相棒。駅前のコンビニの深夜バイトをしていた時、シフトがいつも一緒だった相棒との話。偏見もあるが、経験上深夜のコンビニでバイトをやるやつは、大体どこか変なやつが多い。そいつは喫音が激しく、少しコミュ障気味だったが、だからといって全く話せないということもなく、普通にバカ話もできるようなやつだった。ただ、どんな時でもニコニコというより、引きつりながらもニヤニヤしているような、不気味なところが少し気になっていた。ある日、バイトが終わって家に帰ろうと自転車に鍵を挿したところで、自転車がパンクしているのに気がついた。変な奴にいたずらされたか、と、その日は仕方なく、二つ駅を越えた実家まで電車に乗って帰ることにした。改札を抜けると、そこには電車を待っている相棒がいた。そういえば相棒はわざわざ隣の市から電車で通っていたなと思い出し、方向も同じだったので声をかけて一緒に帰ろうと思った。声をかけようと近づいた時、相棒の様子がいつもと違うことに気がついた。冬だというのに額に汗を浮かべながらニヤニヤと何かを見つめているのだ。声をかけづらく、
なんとなく相棒の視線を追うと、反対側のホームに黒いパンツスーツの OL 風の女性が立っていた。OL 風の女性は眉間に深くシワを寄せ、相棒を睨み返しているようだった。早朝から変な男にニヤニヤ見つめられたらさぞ気持ち悪かろうと思い、俺は相棒に声をかけてなだめようとした。しかし相棒は視線を OL 風の女性から外すことなく、自分の人差し指を舐め、その指をあろうことか俺の目の上に撫でつけてきた。きったね。とのけぞる俺の腕を掴んだ相棒は、それでも視線を OL 風の女性から外すことなく、顎で OL 風の女性の方向を見るように俺に促してきた。いぶかしみながら視線をやった俺は、思わず唾を飲み、視線をそらしてしまった。そこには、薄汚れたスーツを着た丸ハゲの女が、裸足で立っていたからだ。口の端に泡になった唾をため、歯をむき出しにして睨む女は、どう見ても普通じゃなかった。黙って下を向いている間に、上りも下りも何本か電車が通り過ぎた。そうしてしばらくすると、相棒が俺の肩を軽く叩いた。見れば女の姿はすでになく、駅には通勤客が電車を待っているごく普通の風景になっていた。もう大丈夫だから、と言った相棒は、駅のベンチに座ろうと持ちかけ、言う通りに俺がベンチに腰掛けると、相棒持参の水筒の水を飲むように言ってきた。水筒の水は果汁のジュースをものすごく薄めたような味がした。あれ、何？一息ついた俺は相棒に尋ねた。なんて言えばいいのかな。難しいな。幽霊？似たようなもん、かな。いや、マジでビビったわ。俺初めて見たよ、幽霊。そうなんだ。何、朝とか関係ないんだ。夜だけだと思ってた。あれか？人身事故で死んだ女の幽霊とか？あれ。ちょっと違う。つうか、何、お前見える人？すげえじゃん、テレビ出れるじゃん。いや、嫌なことしかないよ。あれ、つうか、俺も見えたじゃん。俺もすごくね？ごめん。ごめん、何が？超能力者じゃん、俺ら。お金稼げちゃうよ、この力。力じゃない。開いちゃっただけ。なんだよ、テンション低いな。マジでテレビに売り込もうぜ。俺ら超能力コンビでさ。詐欺師に住所氏名がバレて嬉しい？同じことだよ。は？見えちゃうと、寄ってくるよ。対処できる。俺は対処できなくて、小さい時に声を取られたよ。だから、今でも、うまく喋れない。マジ？よくあるんだ。俺の近くに長くいると、感染するみたいに、開いちゃうことが。だから、同じ人とシフト組まないでくれ。店長に言ってたのに。え、マジなの？いろいろやばいの？さっきのは、特にやばい。え？あれ、元は多分言い切りよ。姿が生々しすぎるから。人身事故にあったってよりも、恋に、人身事故を起こしてた女の言い切りを。
悪意が喜びと混じってる。相当性格がねじ曲がってるね。生き量？元？人身事故を起こしてた女の思念が、悪意を核に独立して形になってる。元の女は性器を今でも抜かれてるけど、もうコントロールはできてない。性器が流れ続けてる限り、あれはどうやっても消えない。死人の念なんかよりよっぽど強い。もしかして、たたられた？俺。多分大丈夫。あれ、髪なかったでしょ。一回誰かに払われてる。なんて言えばいいかな。女は、髪に霊力があるから、あれだけなくなってると、たたる力は少なくなる。だいぶ強引に払われたみたいだね。オーケー。弱ってるのね。うわぁ、ビビったわ、マジ。安心しちゃダメ。力はなくても、元々の行動。あいつの場合は、人を線路に落とすってことはできるし、力がないから、俺たちみたいに、開いてる奴から奪おうとする。やばい。俺の場合は、笑ってお前なんか何でもないぞって威嚇したり、教えてもらったハジャの水を普段から飲んでるから、これ以上近づかなければ大丈夫。さっきもらった水？そう。それに、どっちかっていうと、あいつが何もしないように見張ってないと、誰かが線路に引っ張られちゃうかも。見てるだけでいいの？一度払われたからか、かなり警戒してる。だから、それでも十分効果あるはず。俺は？家に神棚か仏壇ある？ない。氏子とか、檀家になってるところはある。それかよく寄る神社仏閣。ないよ。じゃあ、お手上げ。近づかないのが一番。ここだけじゃなく、心霊スポットとかも。これからは近づかない方がいいよ。実質放置かよ。他に方法がないもん。一度開いちゃったら閉じられないから、あとは対処するしかない。だから言ったじゃん。嫌なことばっかだって。マジか。だから俺深夜のバイトしかできないんだ。昼間は仲間が多すぎるし、昼間だからって、安心できないのは今わかったでしょ。嫌ってほどにね。深夜のコンビニなら同僚は少ないし、夜でも人が比較的多いから、悪いのが居つきづらいんだ。嘘でしょ。俺どうすりゃいいの？心身ともに清く、活力ある生活を心がけて。深夜のバイトしてるフリーターでそれは無理じゃない？余計な災難に巻き込まれたくないでしょ。頑張ってよ。大丈夫。死にや生き量よりも、生きてる人間の方が根本的にはよっぽど強いはずだからさ。わけわかんねえよ。なんなんマジで。これから一緒のシフトの時、いろいろ教えてあげるよ。そんなことより、家に帰ったら、塩で頭洗って。は？なんで？頭。触ってみて。ちょっと、
あいつとつながってる。予想よりしぶといかも。恐る恐る頭を触ってみると、長い髪の毛がごっそり指に絡みついてきた。それ、あいつの毛。結構正気抜かれたかも。そう言うと、相棒は大声で笑い出した。ほら、笑って。笑うのが、一番手っ取り早いお祓いだよ。引きつった笑いしか出ない俺は、その時初めて相棒の引きつったニヤニヤ笑いの意味を痛感した。